日本においてミートソーススパゲティをメニューに初めて取り入れたのは新潟県のホテルイタリア県であるという説や、兵庫県宝塚市にかつて存在したイタリア料理店アベーラであるとの説があります。さて今回はこの2つのうちの新潟県のホテルイタリア県のお話です。ホテルイタリア県は明治7年創業の新潟市にあります老舗ホテルです。2015年に館内が完全にリニューアルされ、レストラン、客室、宴会場と新しくなりました。日本初のミートソースが提供されるようになった経緯は、約150年前開港した新潟港にフランスのスエリ局馬団がやってきたことに遡ります。その中の一人のイタリア人青年デコックだったピエトロ・ミリオーレが大怪我を負い、一個から置き去りにされました。そんな青年ミリオーレを当時新潟で局馬団に雇われていたモンスケとお水の二人が親身になって解放したそうです。その話に感動した当時の県令楠本正隆がミリオーレに牛鍋屋を開く式を出してくれたことで、英書通り一番町に新潟初の西洋食品店がオープンします。店は大繁盛し、ミリオーレもミオラと呼ばれ人気者になったのだそう。人生どう転ぶか分かりませんね。お水とも夫婦となり幸せな時を過ごしていたそうです。しかし1880年の大火で店は焼失してしまい、ミオラはショックを受けました。イタリアへ帰ろうと思い悩むミオラを周囲の人たちが励まし、西堀の現在地に日本で初めてイタリア人が開いたレストランを誕生させます。お水の発案でイタリア県と名付けた商社な洋館と料理の味はこの時生まれました。イタリア県は最先端を行くレストランとなり、これぞ新潟の六名館と褒めたたえられ、新潟の地で新しい食文化の中心となり合いされてきました。それから一世紀、1976年にホテルに生まれ変わった今もホテルのレストランにはミオラの作ったイタリア県の味が生き続けているのだそうです。今でもホテルイタリア県リストランテマルコポーロで当時のミートソースの味が楽しめます。